スムース生地ですね。萩市は3日4日前に行きました。3日前か。萩焼き祭りの会場を見てきましたよ。場合じゃない。でも本当面白いですよ。あれすごいよな、作ってる人。ゲームデザインもそうだし、プログラミングもそうだし。坂本龍馬って呼んだな今。どっちが好きかっていうと、実はそのあた歴史系は全然知らなくて、もう3日前ですね。3日前の朝か、朝中か午前中というか。プログラム私ちょっと分かんないです、やったことないので。で出ますかね、この右手のこの小山を越えたところからか。あ、パールはそこそこ、まあまあ。あ、タイムシフト、タイムシフト見ていただくんであれば、あの私のこの放送説明のとこに書いてるタイムシフトなんたらかんたらって書いてるやつの、あのタイニー URL のアドレス見に行っていただければ、タイムシフト見るのに便利な Google ドキュメントがございますので、リンクをたどると勝手にそのイベントの時刻に、タイムシフト録画、そうですね、 GoPro の方の映像で、それに皆さんのコメントとか地図を重ねて。ただ昨日の分まだやってないな。うん、イベントタグの説明、そうですね。あれ、ドキュメント名前変わったんですか。知らなかった。最近の Google ドライブ関連のあの動きの中で、高岡慎太郎 Google ドライブ。あ、傾き大丈夫ですかね、カメラの。いつ頃、途中なんかあの録画がうまくいってなかったりするとこもあるんで、また1、2ヶ月かかりそうです。ん？姫鬼？姫鬼って何ですか、それ。その区別知らない、見に行ったのに。海ってあまり見てられない、道がそんな広くないから。今日は下関の関門海峡のところフェリーで渡って、そこで列車に乗って臨港で福岡の実家に帰らせていただきます。お、電動カート、いらっしゃいませって、あれ何ん？あ、こんにちは。リュック一丁だ。あれはでも泊まりなんですよね。いや、とは限らんか。電動四輪車が。あ、これ違うな、あの老人用のあれじゃないですね。バギーみたいなやつだ。で、これは何の店かっていうと、ダイビングショップ。ファンですね。そう、実家に帰らせていただきます。実家にいる時間は数時間ですが。あ、バギーっていうのか、今は。何油の橋で、Google 使ってもいいですよ。そうそう、 Google、 あれドキュメントなんだっけ、 Google の、あ、そうか、 Google ドライブの規約か。あなたがアップロードしたものはなんか公開されたり利用されたり、上映されたりすることがありますってやつですね。あれ本当ですかね、 Twitter で見ただけでなんですけどね。そうそう、帰らせていただきます。私のタイムシフトの文字列が上映されたらどうしよう。ん、パニア、あ、そうですよね。あ、ちなみに昨日会った大阪の人はやっぱりパニア装備でした。ジャイアン、お前のものも俺のもの。うん、飛行機取ってあります。新幹線だと、うん、飛行機ほぼ最終に近いですね。その電車乗り継いで家に帰ることを考えると、下手したら逃すかもしれない。うん、私も Google にはかなり依存してますね。
ホームページはポケモン直福岡県古賀市、門司港から電車で1時間か半ぐらいかな。いらっしゃいませ職員さん。あ、お、自転車にパソコンじゃなくてウエストバッグに入れてます、小さいやつを。でそこから線伸ばしてヘルメットの横のスピーカーから音鳴らして、ウェブカメラを額の上あたりくっつけて、でさらに後で動画としてアップするための、あ、レブさんいらっしゃいませ、お疲れ様でした。高画質ビデオカメラも頭につけてます。なので、あの、私のシルエットは今こうなります。やっとこうなります。わかりましたか。コツリ多いですね。誰だ、うん、飛行機は偏西風があるから1時間半かな。1時間じゃなかったと思う。ちょっとかなかった。あんまり下見てるとやばいんですよ、転ぶかもしれない。私は天然と言われますが、自分で認めるとそれ最悪なので、私って天然なんですよとか最悪なので。ん、帰りは。その後も下関市にはもう昨日から入ってます。あ、そうそう、 GoPro 芸人カメラです。 NHK でもよく使ってますね最近。うわ、ちょっと波が女性、それはどうだろうな。波が今その道路のガードレールを越えてきましたよ。いきなり向こうの道路のヘリがバシャって言いました。私は来てないですけど、やっぱりこれ波しぶき結構空中あるな。びっくりした、突然バシャって。目的地はあと15キロぐらいまで来たかな、残り。ん、今回ダム浦はフェリー渡るところのちょい先なんですよね。あれでもパーキングエリア外からは入れないですよね、普通は。あと水曜どうでしょうのダム浦レポートの現場といっても普通のパーキングエリアだろうし、サービスエリアだっけ。よく出てくる。ああ、でもそれは申し訳ない、その放送してる人に。あんまりよそでも、あの、私の名前でも話題がそれるのはちょっと心苦しゅうございます。できればその放送に専念していただいた方が、まあいい意味でも悪い意味でも取り上げられることありますけどね。お願いします。本さん、日本一周の人でしたっけ、原付だったっけ。私は良い人、自分で良い人っていうとすごく息災ですけど、まあ誠実であろうとはしております。そこのとこだけはグズはないです。こちら、これはクロスバイクか。うん、クロパスが、あ、原付で。そのファブさんって人も名前よく出るけど、なんかあんまりいい取り上げられ方してないな。ん、一つ要塞やってますか今。お、主権さんいらっしゃいませ。どっからどこ、山陰をずっと日本海沿いを下ってきてます。見ていただいているそのあたりも、あのコメント越しに聞くと本当かどうか分かんないんで、それは自分で見てからします。あ、2色編成。あ、取り損ねたな。結構見ますね。あ、てかこっち来たからか。大丈夫かな、波しぶきは。 GoPro の方が結構汚れてる。よ、うん、ん、あ、顔打ったか今。しまった、顔出ししてないのに。
今日日焼けするかも、結構午前中だけのつもりですけどね。白髪ありますよ、白髪あるんですよ。最近自分が年老いたと感じるのは白髪から。また白髪か。ん、あの列車に乗せて持ってきました。新横浜から新山口まで新幹線で、そこから特急スーパー沖で津和野まで、今日最終日です。そう、必然性の私の顔は背景と同じという、風景と同じという扱いでございます。別に映るのを避けたりしない。でもなんかその、下向けは今のところ大丈夫です。まだ真っ黒でございます。金髪は生えたことないな。そうした、そう、顔はまあ本当に、帰りは飛行機です。放置放送、それはコンビニでしょっちゅう、コンビニでの買い物の時にしょっちゅうやってます、金髪すごいな、ナチュラルなのか、個人情報確保次第だと思います。私の住んでるところの正確な住所は隠してはいるんですけどね。向かい風はなんか思ったほどないです。少し風が吹いてるぐらいで、この辺り予測隊の白線の辺りが盛り上がってて怖い。充実系はございません。生放送ですけども、それを信じていただくためには、その何か言われたことをアクションを起こさなきゃダメですね。下向けも、フレンチあります、夏は北海道に向かって北上したい。昨日の地震は私は知りませんでした。それこそ、あ、SK さんなんか走ってましたよね。群馬県をちんたらでしたっけ、春菜さんだったかな、昨日は。コミュニティ入ってるからレポートでわかるんですけど、春菜さんちんたらです。そこまでどうやって行ったんですかね、あの人は。車じゃないですよね。出発点まで。旧道は、そろそろある、でもないな、この先。刺身が申し訳ないです。そんなに来ていただけるのは。あれ？彦島小倉行きフェリーって書いてあるのはなんで？あれ、廃止されたんじゃないんですか？ネットで調べた限り廃止されてて間違いないんだけどな。それともあれ、字が白くじゃなくて黄色かったのは剥がそうとして剥がりきってないとか、そんな話ですかね。イエス、そうそう、はネットです。本当にウィキペディアです。送電線、されてますよね。だから文字、看板だと思いますよ。残ってしまってるんじゃないでしょうか。そう、去年11月で、そんな直近で廃止されてたとは。発見、今あったっけ、あった、市街地になってきたな。もうあとはフェリーで渡って終わるだけですね。コミュニティ補給大丈夫です。看板、いや、道路表示の看板、結構変更があったらすぐ変えてますよ。で、変える現場見たわけじゃないですけど、なのであんな状態で残っているのは変だと思う。外し忘れですかね。ファミマもある、宅急便もある。ここで荷物も発送してしまってもいいんだけどな。そしたら九州よりも本州からだから少し安くなりそうな気がするし。フェリー、フェリーフェリスはそうですね、あまり止まらずに行ってます。昨日温泉入りました。ぬるっとしてました。滝辺温泉、
山口県下関市豊北町の滝部温泉、170キロ、私は100キロ走れません。もうツーリングで北海道でまったりだったら走れるかもしれないけど、今だったら。昨日もなんか70キロ地点の川棚温泉まで全くたどり着かなくて、ちょっと愕然としました、自分に。私は本当どちらかというと平地の方が苦手です。平地だと登りが得意ではないけど、平地の方があんまり好きじゃない。平均速度、そう、角島でだいぶ 3,4 時間食いましたよ。いやでも走るのも意外となんだかんだで遅いんですよね。昨日も角島出たのが4時か5時ぐらい。あんなに遅くなるとは。お車線になっちゃいましたね。下りも好きかと言われると、冬場は大嫌いです。下りは冬場は誰かに位置エネルギーあげるから下らずに下ろしてくださいって思います。昼にて、そうなんです。横橋店は、いや寄るっていうことは特にないですね。左で、あ、本当だ。月の残業、あ、具体的に言ったら何か言われそうだな。あんま残業してないです。特に最近基本的に残業は禁止の方向なので。ダメ？ん？お仕事は IT 関係。あれ、波が。残業ゼロですよね。随分給料変わりますよね。ここ左ですかね。海か、ここ。あ、海だ。波が寄せてますよ、川っぽいのに。なんとかという会社ですか。その会社かもしれない。和歌みたいな流れてないですね。ここは結構深い。草ふぐとか泳いでそうな感じ。いい会社。まあ働きやすさで言ったらかなり、でも仕事のことは磯臭さは全然ないです。つまり海藻とかが打ち上げられてる場所がないのかな。力屋の駅の向かいですね。力屋関門汽船に乗ります。関門汽船というフェリーがまだ残ってて、残業ですよね。サービス残業はないです。私も給料は最近結構減ってますね。貯金が増えてない。いいですね。あ、おはようございます。フェリーはできれば、自転車持ち込めればですね。力屋駅というのは安岡駅っていうのがあるからかな、もしかして。あ、本当だ、あった。この旅行のせいです。ママチャリの人に挨拶しません。旅行者じゃないのは間違いないから。まあ、ママチャリでも旅行してたら分かりますからね、荷物で。あ、フェリーできれば、できれば。やっぱり1時間2、3分ですね。秘密月。こっち来ないとこの駅は、あ、まあ入ってこれるか。明日お仕事。荷物は、よいしょ、こうやって積んでます。あ、猫、そうですね。
やっぱりゴミ袋赤い。心当たりのゴミ袋赤いですよ。ハトだ。自転車、いや自転車自体は手で持って帰りますけどね、袋詰めて。あ、そう、雨が雨装備です。ウエストバッグも今ビニール袋かけたままです。今のも犬の糞、しっこ、しっこって。この自転車10年ちょいぐらいです。メンテしてないんで傷んでますけどね。でもフレームはチタンだから錆でどうにかなる心配はあまりない。満タンに5000円って聞きましたよ、コメントで。そうそう、コメント。おはようございます。あ、おはようございます。九州渡ります。サドル、いや、匂いは感じないですね。総額難しい。それは難しい。自転車乗り始めたから今までのカウントですよね。輪行袋は JAL とか ANA だと確か、何キロだっけ、20キロまで無料なんだっけ。で、スカイマークは重さに関係なく、自転車袋は、自転車輪行袋は1000円だったと思います。500万は言ってないですね、全然。100万はどうだろう。いろんなパーツとかウェアとかも全部合わせたら100万いってるかもしれない。あ、五色。あ、輪行袋は、待てば、和行袋って書けるってことは分かってんじゃないのかな、違うかな。自転車をばらして袋に詰めて、列車なり飛行機なりに積むための袋です。袋詰めして積むための袋って、いいか、合ってるか。という専用の袋があります。関所川原は何度か見たけど、私の輪行袋はマウンテンバイク用の縦置き型のタイプです。ただし薄型なせいなのか、1万以上するんですよ、時間や数時間滞在。その間に病院にいる祖母にも挨拶してこようと思ってるし、宅急便で荷物送らなきゃいけないし、風呂も入りたいし、新しいジャリは特に欲しくない。ハード変えたところで、今の使い方で荷物バリバリ積んで乗ってたらあまり関係ないかなと。ん？通路15キロ。うん。カーボンは輪行の時がなんかぶつけたらどうこうならないかなとかいう偏見が。放送のことは多分知ってます。見てはないですけどね、パソコンないし。うちはインターネット回線が繋がってない家です、マジで。フロントサスいい加減ダメになってますけどね。これただのマウンテンバイクです。ベースはレース仕様のマウンテンバイクを2台つけて無理やりツーリングに使ってる。おばあちゃん、あれ出演してましたっけ。うん、もう認知症が進みすぎて、うん、まあ言うのやめとこう。次もチタン製、うん、そうですね、メンテができるだけメンテせずに乗れるのがいいな。イオンさっきありました。次はカジクリ郷大地駅と聞こえた通りで合ってるかな。カジクリ郷大地駅、あ、アルミか、なるほど。やりたくなった、ありがとうございます。これ渡る線路沿いだからあっちか。回復、うん、でももういっぺん、うん、こっちかな。こっちかもしれない。なんとか郷大地駅って言われましたよね。あ、これ？ここ？ん？ん？か
階段ばっかりでよくわからない。どれが駅なんだ。これ全体が駅か。階段しかないですね。あ、本当だ。カジクリ郷台地駅だ。郷台地なんですね。郷田一じゃなくて。カジクリ郷台地駅。カジクリ郷台地駅。スロープあるから途中まで行けるな。新興、ああ。じゃあ新宮中央駅みたいなもんか、これは。あやらぎ号。あ、なんか埴輪、埴輪。あそこの橋、埴輪が立ってる。最新の無人駅。そう、なんか池ができるらしいですね。さっきコメントで聞きました。お、一人が泣いてる。このスロープ自転車用ではないのかな、別に車椅子用かな。あ、なんか駅の人が整備してる。あれ不利用かな。なんでちょっとここまでしとこう。自動券売機が向こうにある。あ、で公園っていうのはあれか、ちょっとだけですね。公園って小さいな。失礼しました。お邪魔しました。そうですね、向こうの公園、なんか本当に公園かな、えらいちっちゃいけど。いや、ちょっと不審な目で見られました。あ、JR の車で来られてますね。多分車椅子用なんでしょうね。自転車で乗っていく意味ないし。うん、JR の人でしたね。なんかあの着てる制服が JR っぽくないなと思ったんですけど。カジクリ遺跡、カジクリ遺跡、カジクリ号第一遺跡。ドコモショップ、あやらぎ店。今これ歩道走ってないからな。ないからな。いや、でも歩道に行こうとすればいいんだ。これ車道にそのまま合流するわけじゃなかったんで、わっと。でこの歩道は自転車 OK ですからね。うん、今ので待って車道に飛び出すのもどうかなと思って。あ、でもここ自転車 OK って書いてあるわに狭いな。すれ違えないじゃないですか、電柱のあるとこだと。すいません、あやらぎ駅。これはもう車道の方がよっぽどいいな。この辺りだったら人もいそうだし。自転車、本当に車道だけ走れるようになってりゃいいんですけどね。よいしょ。さっき自転車マークあったからだったけど、うん、警察。まあ基本車道ですよね。お昼ご飯はどうなるのかな。ケーブルが、こっから残り約10キロです。あと10キロ。今朝10時か。まあ昼までに着きそうですね、本当に。バッテリーはまだ2時間以上大丈夫です。あのバッテリーの残りが 90% を切りましたっていうコメントが入ったら、小賀中
コメントが入ったらもうそれで外部バッテリーは切れてます。でパソコン本体と GoPro 本体がそれぞれ2時間ちょいずつぐらい電池が本体だけで動くので、箱だ箱だ、箱積んでる箱、ホームセンターで売ってるあれ、あ、そうそう、歩道を走るときには、車道側ですね、車道側、多いな、だいたいみんな同じスタイルのバイクだ。ああ、こっち、あ、くそ、あカンカンって聞こえたから止まって撮ろうと思ったのに、でもまあ逆光だしな。逃しました、残念ながら。うん、今回だいぶ撮れてないですね。よし、釣りしてみるか。コスタリカ、コスタリカ。デジカメであんまり撮らなくなりましたね。なんかでもこういう初めて来るとこだとまあまあ撮ってます。今は1日300枚ぐらいは撮ってんじゃないかな。前500枚とか撮ってましたけどね。あやらぎ駅は優しさ、なんか優しく思われるようなことしましたっけ。カレーは加える例のカレーか。ボアニメ、それ聞いたことある。500枚、いや、取捨選択はしてますよ、ちゃんと500枚から100枚分ぐらいをアルバムに残します。あらくり会式さん、近所っぽい場所、だけ、あ、似てる感じってことですね。渡らずにそこは駅前なんじゃないですかね。詰まってますね。裏道渋滞。よいしょ。オッケー。ヤモリがまだいいな。ヤモリ可愛いですよね。家を守ると書いてヤモリですよ。確か。違ったかな。確かそうですよ。あやらぎってどう書くんですかね。なるほど。あ、あやとらとぎなのか。関門はフェリーで渡ろうとしてます。前トンネル通ったんで。ほら、あやらぎ、これイモリは両生類、ヤモリは爬虫類。あとヤモリは表面が表面触るとヒヤッとペタッとしててちょっと気持ちいいですよ。家を守るヤモリ、そういうヤモリ、弥生のドブエ、わらわら、ドブエって読むのかな。ドテキ、親子松、親子松、ジャガイモ、これ桜の木ですね。ここも結構人がたくさん利用してそうな木ですね、比較的。何の雪、メモリあ、こっち道じゃないか、道と違うか。あやれぎ駅前2番館の敷地ですね、こりゃ。赤原、まあ実際赤いですよね。ありがとうございます。 MQ ありがとうございました。あ、今のスプライトって赤原、魚いますね。赤原っていう魚、このスプライトロゴって昔のロゴだったのか。
あの日本語 の, あのロゴも含めて、最近電車の広告で復刻したスプライト の, あのポストあるんですけどね、ロゴ同じだったんだ、作り直したんじゃないんですね。あ、こう行こう。あ、ですか。私船行きたいです。スプライトある程度じゃ来て、あ、いや声だけなのかもしれない。テンポ悪いですか。あ、野鳥もいます。水分、あ、そうですね。赤原っていう魚であれば前、あの猪苗代湖で、猪苗代湖で食べましたけどね。スプライト、三ツ矢サイダーより甘い。三ツ矢サイダーより病、やばいか。懐かしいスプライトの瓶。スプライト、スプライトも私は好きですね。初見です。あ、初見さんいらっしゃいませ。前鳥取も行きました。このルこのこういう旅行の一つとして鳥取から、前鳥取からスタートでツワノまで行ったのか。左、甲羅はダメだけどスプライトはオッケーって親に言われた。自分はロール派です。うん、左ですね。うん、ここから国道避けて線路沿いに住宅地ですね。あ、初見さんいらっしゃいませ。うん、アンカジュースは やってましたね。スプライトは私の実家だと鍋物するときに飲んでました。鍋物の時 の, お, いあのお祝いじゃないけど、あの今夜は鍋、今夜は鍋って時にスプライトが出てきた。うん、コーラ歯が溶ける伝説ありましたね。あとコーヒーは頭が悪くなる伝説だっけ。フルーツポンチ、そうそう、そういうのは一時期まあでも実は甘いものばっかり与えてもっていうのもあるだろうし、っていうことですよね。めっちゃだからコーヒーは飲んでなかったな。冷えだ。冷えだ。冷えだ。なんですか冷えだ。うん、飲むと溶ける。あ、いかん、道をそらされてる。コーヒー頭悪くなりますよ。何か溶ける、つけとけばかな。あ、フルーツパンチ出てますね。線路沿い行かなきゃダメだ。酔っ払うはあの鶏でしょ。酔っ払うのはこれがマックスバリュー。速度はまちまちです。タウンタウン、この道か。マックスバリュー、今山口県です。これ沿いですね。ふふ、バニラ牛乳うまそう。お父さんみたいになるのか。どんなお父さんなんだ。フルーチェ中毒。自転車にしては速いですね。自転車に、いや自転車乗りの中では結構遅い方ですよ。一番遅いとまでさすがにはそこまで嘘みたいな喧騒しないけど。よっと、お、ありがとうございます。あ、コーヒーですかね。胃の話は、うん、この道で合ってるかな。合ってるな。大仙乳業、ああ、鳥取あたりで飲んだな。大仙牛乳、大仙牛乳だっけ。あれ、バラ牛乳でしたっけ。あれはどこだっけな。白バラ牛乳か。あれ、あのあたりでしたよね確か。100キロくらいあるんです。
早送りの時ですね。ノーパス見てはいなくて、あの100均のスピーカーをヘルメットに貼り付けて、それで棒読みの音をあの流してます。だからあの道端ですれ違う人に皆さんの心ないコメントとかも聞こえてますからね、ますからね。シュークリーム、本当に聞こえるんですから。まあ耳元で鳴らしてるんで、あのはっきりは聞こえてないと思うんですけどね。そうだから人混みに入るときは音量下げてから入ります。そう、用事とかコメントしたらダメです。捕まるから。いや、冬じゃなくて、でも本当にあのうん、これのコメント数は少ないですよ。あ、どういう意味のなんか、ん？音量？あ、前ヘッドセットでやってた頃は自分のイヤホンにしか流してなかったから皆さんには全く聞こえなかったんですよ。ジクジク。まあ一般人がジクって聞いても意味わかんないだろうけどな。ケツとか、そう。東大の時のケツとか、姉ちゃんとかケツとか。あ。ちょっと聞こえてたのは、私が黙った時にあのヘッドセットのイヤホンとマイクの間で音漏れが発生してたんですね。で、今物理的にもう外に鳴らしてるんでマイクにも入ってしまってます。ヘッドセットの方が音はいいんだけどな。ここで線路くぐって、あ、山陽本線と、ここで合流なのか。山陰本線、山陽本線逮捕されますよ、本当に。架線が、あ、本当だ、電車になってる。呼んでみただけ、思いっきり低いテンションで呼んでみただけって復唱したな。立ち見はこういう旅行してるとたまに立ち見が出るぐらい人に来ていただけますね。うん、まあ絶対数はありますね。少なくともそのリアルで会ってる人に対して堂々と見せられる内容じゃないというか、今なんだった、大動脈、あ、やっぱりなんと愛らしい下水道。30分で、ああなるほど。あ、電灯、そうですね、おすすめ。あ、すいません、うわ、車待たせてたのか。うわ、今の気づかなかった。ってか恥ずかしい、何秒かもしれないけど恥ずかしいな、申し訳ない。ふぐ、ふく、ふくですね。ふくを呼ぶの、ふく、ふくさし、やった。最高度してしまいましたね、今。ちょっと今のはすいません。下水道の蓋を見ながらブツブツ言ってる男が道路邪魔してる。パッと鳴らされるとこでした。多分。何この登り。なんでここ登ってんの。電車、ああ。多分今もう、今運転してた女性なんですけど、多分ここまで来てましたね、ここまで。で、クラクションの蓋の1センチ前でクッと止まった感じじゃないかな。適当言ってますけどね。ニュータウンですか、この辺りは。あ、本当だ、ニュータウンっぽい。結構ありますね、標高差。あれは山陰の方も走ってるやつだっけ。電車ですね、徳山行きだ。ってことは山陽側か。あ、いや、あれ山陰の方走ってないな、あれ確か。確か3回目行った。電車でした。
65系2両私は1両のやついっぱい見てきましたよ今回。本当だ、電車に詳しい人いっぱいいますよ。列車もともと私自身があの鉄道は詳しくはないけど嫌いじゃないので、あそこにサティの跡が。私も詳しくはないけど電車と汽車の区別はつく。モっていうのはモーター車のモであることも知ってる。いつも鉄波さんが鉄波さんは複数説っていうのも私勝手なこと言ってましたね。一人にしたらあの知識がありすぎるから複数人でやってる違いないっていう。もう模型どやどやっていうのもどっから来たんだろうな。もともとネタ知らないんですよ。迷子にもかかな。モーター車電車ですね。電車の動力車ってことかな。下関市立大学があるね。私立大学、サティがなくなってる。サティの跡がどうなってるかっていうと空白になってるのかな。ほらあのサティの跡わかりますか。なんかこれ今空っぽの状態なんですかね。サティ跡、サティ跡、やっぱり消されてるな関西。それが元ネタっていうか誰かが使ったからじゃないんですかね。潰れたんじゃないのか。潰れた、サティ1台が。サティらしきものがあったんだろうな。サティの駅だけど、ハタブ駅って駅か。サティって駅なんだ。ハタブ駅、あ、そういえば駅しばらく飛ばしてるな多分。まあ別に駅巡りじゃないですけどね。でもなんかローカルの駅を見ると少し嬉しくなる。なんか幸せになった気分になる。心が豊かに。吸収されてなかったっけ。吸収ですか。ハトに占拠されてる。サチは4になっちゃったね。イオンに統一。サチは全部イオンになったはず。あ、イオンですか。サチは4に吸収されたね。その時にあの廃止されてしまった場所もあるってことなんですかね。道の駅が好き。道の駅。あ、サッカーボール落ちてる。バイオハザード。公園の中に入った途端に襲われる。すごい街ですね。で、こっから線路を渡って、ヤノコに。あそこの道から入るか。そこからまた線路沿いに降りられるはずです。降りられる。長すべ島的に。明日から仕事ですか。いえ、仕事です。今は忘れてますけど、だから仕事であることは。恥ずかしい。ん？おっとっとっと。これでまた線路沿い。お、初見さんいらっしゃいませ。や、山の田。ん？何を使ってみる勇気が。あ、山の田。山の田だ。山の田スポーツクラブ。じゃあ向こうに見えてるあれが山の田駅とかいうところですかね。駅名今回こっちの方調べてきてないんで。自分で選んだ楽しい仕事ですね。
れが何だろう、人は落ちない。あ、あっちの方また天気悪いんですか。山の田っていう地域なんだ。地域なんですね。はたぶ、自転車の海に渡ることになるかも。自転車を乗せて。うん。こっち朝雨降ってたんですけどね。予想外に晴れた。てか昨日の夜寝るときには、今日も当然晴れるものだと思ってたら、朝起きたら強風と強い雨で、強風と強雨でどうしようと思ったんですよ。日焼け止め塗ってないんですよ。めんどくさくて。朝雨降ってたし。修羅の国、最近そういうネタされてますね。あ、駅名が違うんだ。あ、ハタブって、駅名がハタブか。八幡の綿に生と書いてはハタブ。日焼け、まあ廊下に関してはもうシミなりなんなり。ハタブって読むんですね、これは。結構でかいけど、こっち側の駅舎の向こう側かな。お、北九州。うん。できる。あ、まあでももう本当にフェリーの乗り場まで一直線な感じです。しっかり逃げないな。北九州、私は北九州あんまり降りたことないんですよね。うん。あ、すいません。ナビ持ってきてます。うん。郵便番号ネタ昨日も聞いたけど本当なんですかね。じゃあ中さんが強盗した。いい加減な逃げ方しますよね。そう、手榴弾ネタも。これはどうしよう。これを渡って反対側に行くか。まあこれ沿いでいいか。191号沿いで。で、途中からまた線路渡。鳩の町。道なき道を、ジア西日本、下関車両センター。はい、車両センター。この辺りが。うん。捨てて。そう、逃げるなら本気で逃げるよって思いますね。うん。ドン引き。心臓麻痺。でもそうですよね。動物を。あ、カワウソ行けますね。行けます行けます。平和ボケ。でも結構獰猛なんじゃないでしたっけ。あとは違ったかな。なんかでそういう話を聞いた気がするんだけどな。お、あそこに。あ、おはようございます。これは大根川じゃなくて何川だろう。あれ、あれ金魚じゃないか。生放送ランキング4くらいです。おめでとうございます。おめでとうございますって何。今どういうタスクとの平和ボケに座布団前。ハトはカラスより。カラスより。ああ。ん？ライン川。ここに川の名前が書いてない。ポイ捨てをためらう心が緑を救う。ためらう、うん、ためらう、うん。あ、なんか残虐って、そうそう、なんかで聞いたんですよ。恩賀川、ここが本州なのに。恩賀川は九州の方にありますけどね。恩賀川、多々良川とか。よし。綺麗な川だね。うん。人道行くのかと思ってました。あ、人道は前通ったんで、今回フェリーに乗ろうと思ってます。フェリーというか、汽船、関門汽船です。そうです。ただ自転車乗せられるかどうかわかんないんですよ。輪行状態にしなきゃ乗せられないんだとしたらちょっと厳しいな。荷物が重すぎて。
あのフェリーに乗り込んだり降りたりするときに疲れそうなので、でしかもその渡った先でさらにまた自転車組み立てて門司港駅までの走って、でまたパーキングしなきゃいけないんで、から唐戸の、あ、書いてありました、本当に戦車で、いや、あの人道トンネルの選択肢もそのまま乗せれますか、 OK、 ありがとうございます、じゃあ問題ないな、ありません、九州に、でもあと1時間ぐらいかかるんじゃないかな、ん、確か1500円、お、ツバメ、あ、すいません、尺がないね、笑、あと1時間かかる、あ、こうあるか、あと1時間ぐらいで乗り込む感じじゃないかと、明日は仕事です、東京で仕事です、ツーリング用ではないです、特には、行き止まり、行き止まり、まさかそんな行き止まりとか、まさかそんな、ふう、どっちだ、右か、今なんか軽く微笑まれてたのは行き止まりに向かって走ってたからか、明日の昼飯並みにしましょうか、明日の昼飯、自転車200円、ただした客時は乗れないかな、客時は、あー、こんにちは、客どうだろう、あれ、右側に抜ける道か、この辺にある、あ、もうちょっと先か、あるある、知らない街での行き止まり攻撃、行き止まり、行き止まり、見えないよ、下関の市場で寿司食おう、観光客向けのカルト市場は開いてるんじゃないかな、カルト市場、あ、この辺の道だ、これですね、手前左っていうのはこれですね、これで線路沿い、考えてみたら線路沿いにこだわってるわけじゃないんだけどな、線路沿いに行ってると大体平たいから、平地だから、うん、教えてよ、軽くニコッとされたような気がするんですよ、で、門司港着いたらも、あ、門司港というか、唐戸に着いたらすぐに渡ってしまうつもりなので、今日本当にあの急がないと、家に、実家に帰ってからのいろいろなことができないので、昼頃にあの着くっていうふうに家族には伝え、実家の家族には伝えてあるんですよ。なので、実家こそはないです、ないです。実家の親はですね、コンピューターは悪という、どちらかというとそういう考え方なんで、コンピューターは詐欺のために使われるものだっていうイメージ、うん、あ、0時、0分20分40分ですかね、うん、JC さんかな、ありがとうございます、ん ?3 時まで、ん正反対、ああ、私は横浜住んでます、いや、詐欺の仕事、詐欺をするだけの簡単な、あ、詐欺は詐欺で大変なんだろうな、関門海峡フェリーがないので、うん、旗吹駅さっき、お、2チャンネルでも前科と言われると微妙ですよね、ネガティブ、桃太郎がいっぱいいる、うん、今日割と私にしては早くしてきましたね、おう、またあれだ、みすずなんとかってやつだ、桃太郎だらけ、 桃太郎エコパワー、桃太郎エコパワー EF6621、 桃太郎、ああ、ブログ、小橋福岡県です、そこにあの EF6621 ってあの書いてあります、こういうの好きかと言われると詳しくはないけど、桃太郎っていうのは知ってた、1台もらってても大丈夫、1台もらってても、電車の名前分かる人がいる、
あ、EF66 のあれかな、 F66 っていうのは。 E がつくと何なんでしょうね。おお、広い道になった。イエス、桃太郎。うん、最強の、それが今、5台いたかな。あ、違う違う、1台か、66の方は。ん、電車が桃太郎。桃太郎電鉄から桃太郎電鉄になって、電鉄の方がもう今生き残ってますよね。またなんかいっぱいいる。あれ全部動力車ですか。動力車じゃない、なんて言うんだろう、あれ牽引車。すごいな。ちょっと、車庫みたいですね。あと EF66132 っていう流線型のやつがいますよ。機関車のくせになんかスタイリッシュなやつが。トマス。あの EF66132 ってセルリアンブルーっていう色ですね。ありゃセルリアンブルーのラインが入ってて、あの表面が滑らか。付け替え。こんなにいっぱいあるなんて。あ、見にくい。二見から3時間。そうですね、そんぐらいですね。セルリアンブルー、水色が入っ、水色のちょっと緑色が入ってる感じ。やった。あ、見えない。写真撮っときます。あ、ドアだけクリーム色だ。あー、そっか、これ空が白いから真っ黒になっちゃうんですね。うん、持つよ。だからシマリエスじゃなくてシエリアス、シエリアスじゃないんでしたっけ。おっと、うん、うん、なんか空気が一気に乾燥してきて喉も渇くようになりました。アリーナ、まだその状態なんですか。シルバーの関門トンネル。あ、暑くはないです。空気が涼しいんで。天気は今のところないですね。あ、今度は EF200 ってやつ。EF200 の7とか EF200 の10とか。なんか側面が灰色でのっぺりしてますね。なんか走ってきた。あ、黄色白のやつか。ハイパー過ぎては E66 ですか。あの E210 っていうのがパワーは抑えてあるけどエコっていうことですかね。この桃太郎は、桃太郎がやたらたくさんある。今この桃太郎がメインなんですね。 F66、 瀬八を登る。瀬八、福岡に戻るのは今日これからで、そこで実家でいろいろやった後に夜9時の飛行機で東京戻り。山形には、あ、行ってますよ。あのツールドラフランスに出走してますから。あ、ん、貨物でツールドラフランスで。冗談じゃなく、芸能人の明日の仕事はですね、本当に寝ぼけてやる可能性高いです。とか会社にいたら本当にやばいんですけどね。電気で。これお似合い。おっと。あ、すいません。やっと。また不審な目で見られた。いろいろやって。わら、栄養だと外回りで逃げられるからやめろ。わらわら、電は動輪の数、休みの日にまで仕事の話なんてやご。どっか。何電気？すごい車庫だな。
ちょっと予定のとこからそれっぱなしですね。まあでももうすぐ復帰できる。火曜いいなぁ。お、外部切れた。こっからあと2時間です。ちょうどいいぐらいかな。あと2時間以内。2時間持つかな。2時間も持つかどうか。バッテリーは昨日ホテルで充電した分はフルじゃないですからね。外部バッテリーが切れた。でも意外と思ったな。いや3時間は持たないです絶対に。それは持たない自信がある。バッテラバッテラ着く、これ着くかな。本気が見てみたい。福岡のマンハッタン、今の道は階段だったな。とても登れない。担いでいくのは今肩が壊れるので。ゴールデンウィークの何が戦場配信は間に合うかな。いや本当にあの今この荷物積んだ自転車肩にしようと肩が外れそうな状態になると思うので、私は肩がないので。脱白、え、せめて脱薄じゃないですか。ん、何が、あ、福岡羽田便は2万いくらでした。スカイマークなんで2あの3万円しないぐらいなんですよ。関サバ、関サバとか関アジとかありますよね。額かな。関サバ食べる配信、私はございません。うん、料理で食べてるって何なんですか、そのサバ前提の会話は。明日も仕事。ん、うん、魚食べられます。あの苦手な食べ物といったら内臓系ぐらい。あ、それも無理す、無理すりゃ食べるし。基本的に食べられないものはないんです。うん、怪しくなってきたな。また株主優待券で、株主優待券5000円だから、あれ1万円だっけ株主優待券。若干急いでます。急いでますというか、あの何かあっても止まらないで進んでます。スカイマークですかね。でグリーンピース大好きでございます。グリーンピースご飯などよだれが出るわ。うん、ここで太い道沿いに左に行って、左に行って線路の向こう側の道行こう。クッキングパパ、そうですね、グリーンピースご飯大変美味しいです。甘いですよ。結構塩気つけるんですけど、うちだと。あ、また、歩道で赤信号の横を通るというのが罪悪感を感じる。膝割りスケッチ、日だまりか。ん、うん、グリーンピース嫌いな人いますよね。あれ味じゃなくて見た目じゃないですかね、緑色。味はあれなんか苦手な要素あるんですかね。苦くも変な匂いもしないと思うし。うわシュワシュワになりますね、グリーンピースご飯だと。お、初見さんいらっしゃいませ。姉妹平団体ありますね。パサパサ、そうですか。ん、そば、うん、パサパサ感か、なるほどね。うん、インド美味しい。バサバサなんだ。あ、そう、椎茸も、椎茸も、あの、
椎茸のエキスが入ってるだけでもう許せないって人いますね。ムーニーズ踏まれた、踏まれた、踏まれなかった。あれこれ横断歩道あれじゃ、あのボタンじゃないですよね。そうだ、あまた引かれそうだ。ひよこだった。ん、グリーンモール、ひよこの袋でした。小麦、あ主食系のは特にそうですね、うん、いや、あ、慣れてないです。これで予定ルート通り。ん、落ちないのは、あ、おはようございます。もう少し下関の駅だけ見てフェリー乗り場に向かう予定のルートだったはず、にしたはず。椎茸はキノコの中でも匂い独特じゃないですかね。防山チョッキってなんだっけ、スワットネタか、マリオさんの。うう、田舎にもってこの辺り随一の市街地を指して田舎と来たか。まあ、私にとっては田舎は褒め言葉だけどな。下関駅はこの先大丸があるのか、椎茸のせいで、たのきのこがちらっと見て、放火で、放火ですか。古河市は、いやもうどんどんなんか車社会化してますね。大型店があるだけみたいな状態に近づきつつある。駅前商店街もほぼ全滅しちゃったし、うん、今日の気温はかなり気持ちいいですよ。椎茸なめこじゃなく、明日は仕事でございます。そう、西鉄路線新宮からこっち側、あの小浜の方がなくなっちゃいましたね。経済、うん、1秒。そうな、駅舎ですか。うわ、あれか、でこんなところなので信号ないなんて、どういうことここ。お、日帰り定食600円、いいな。グリーンモール門山釜、何ですかこれ。その音、ああ、純正防風アフロです。あれ駅じゃないのか、あれ、あのシーモールってあっちが駅か。てか閉まった。あのこれ自転車でどこにどう行きゃいいんだ。ちょっとこれどこに行けば。う右折するのも難しいよな。とりあえず正面まで、右ですかね、あそこの進入禁止のところまでまっすぐ突き入っていって、そこから2段階右折か。右に横断歩道ありましたけど、右に渡れませんでした。今日晴れてます。怖いなここ。あ、9号線今そこから出てきました。そのこのこっち向きの線が一本も書いてないですね、路上に。駅あれか、うん、上の歩道橋は迷路です。あ、迷路、なるほど。
ああ、そんな感じですね。しかも自転車で上り下りできなさそうですよ、この歩道橋。バス、そう、目線カメラです。目線カメラっていう意図でこうしてます。あ、ここにもコットイの地名が出てる。あ、こっちが下関駅前ですかね。ん、間に合わなかった。どこで、むつれ島行き渡船場っていうのに乗ったらむつれ島に連れて行かれるんですね。コットイまで47キロ、長門まで79キロ、萩まで105キロか。3日前の萩がまだ105キロか。まあ清須台に寄ったんだけれども、出たか。あ、左折 OK。 ん、一応うん、萩行きました。積算距離は40、60、70、70、240で、まあ今270キロぐらいですかね、5日目にして。あっちが旧駅ですか。3日で105キロ、ある意味すごいです。10年間自転車乗ってるものにしてある意味すごいです。イエス、3日で270キロ。あ、5日目の朝でってことです。雨もあったんですけどね。左に駅が一体どこから、すごく分かりづらい。イベント、まあイベント多い日は多かったですね。観光劇スタンとか連休ですよね。ですよね、これですよね、やっぱ連休は。あれ、駅どこ、iPhone で見るか。ちょっと待ってください。あれ、駅過ぎた。過ぎてる。ん？取り付きましたね。これ向こう側が表側ですよね、駅の。あと向こう側に見えてた市場みたいなところが多分旧下関駅なんでしょうかね。脇に気づかなかった。ん？何なして？雨最悪でした今回。まあ大雨じゃなくてよかったですけどね、小雨だったんで。こっちから入れるのかな。この通路は私有地に、この区間は、通り抜けできなくなりますね。今は通り抜けできるってことか。7月中に閉鎖されますので、通り抜けができなくなりますってことは、今 OK なんですかね。シーモールワカメ。こうやって去年の7月でもうすでに閉鎖されてるかもしれない。あ、そうだ、人がたくさん。あ、行けないですね。人が歩いてきたの関係者だったのかな、さっきの。MQ ありがとうございます。大阪巡ってきた。おい、小玉、地
下部厳しいですよね。いやん、何チケットセンター、あ、金券ショップ、あれプレハブみたいでしたね、今のリサイクルチケットセンター、よいしょ、シグナルこんなところで、あれなんか見たな、なんだっけ、海峡館だけなんだったか、あ、これ左折 OK だな、こっちですよね。おー、フェリーいる。でけえ。セオン、あ、あれは韓国の名前なのかな。あ、釜山行き。でかいですね。あんなでかいのか。セウングっていうのはソンって読むんだっけな、なんて読むんだっけ、あ、駅前っぽい、左ですね、進入禁止だ、細い道に、じゃあちょっと歩道ゆっくり走らさせていただきますね。いや、押していけば文句言われまいって、あ、じゃあちょっと人混みのところに出る前に、ヘルメットカメラ、GoPro もうちょっと見た目派手じゃない状態にします。晴れ用の状態に、今雨用でハウジングに入れてるんですよ。いや、実は頭も重いんですよ、この状態だと。ふぐらない、ふぐる、ふぐり、かけとか米するだろう。ちょっと駐輪場の隅っこで、そうそう、これで、皆さんには見えないのは見せられるかな、見せられるか、まあまあ、まず、あ、GoPro、これ。で、あ、ちょっと今コメントよく聞こえてないです。で、これを、GoPro、あ、見えてないか。見せながらやるの難しいな。うわ、撮れた。よっと。ん？元アイドル？よいしょ。あ、白飛び気味。これ録画中です、今。高画質で。で、これを、この100均で買ってきたパーツで作った台座で。でも脇の下にヘルメット抱え込んでるんで、すいません、コメントよく聞こえてません。よいしょ。で、輪ゴムで止める。見えてるかな。できた。で、これの、この下の台座のところを、あ、このままつければいいか。あ、見えてます。で、これレンズむき出しなんで、落っことしたりして地面にあれが接触するとやばいです。多分3万がパー、2万5千かな。で、ヘルメットの上につけてた GoPro マウントの台座も外して、で、ヘルメットにもともとついてるガイドレールにこれをくっつける。ごちゃごちゃしてます、かなりごちゃごちゃしてます。お、レールにこうガチッと挟んで、挟むとこはちょっと皆さんに見せられないですけどね。あ、でもそうか。で、どうなるかっていうと、この状態、この下にレールがついてるのがこのヘルメットのファローってやつの特徴なんですよ。
職質。本当に人混みで人見ながらやってたらやばいですね。で、こうやってあの防水ケースなしでやると、あの重心が少し下がるのも多分あると思うんですけどね、随分軽く感じます。軽い。8万ぐらいのあるかな。輪ゴム、あ、そうだ、イノシシ綱つけるの忘れてた。ありがとうございます。指摘。輪ゴムはですね、いや固定用なんですけど、輪ゴムもすぐ劣化してくるんで、SD カード32ギガで7時間半、SD 画質じゃない、なんて言うんだろう、720p っていう最高画質じゃないやつで、32ギガかける2枚で丸1日大丈夫です。そう、これ本当画質いいんですよね。まあウェブカメラの生放送の映像に比べればですけど、輪ゴム、あ、横に滑らないように、あの滑り止めのシートを切り取って、あの両面テープで貼り付けてます。あのベースとなっているアクリル板の上に。よし、マンション、あ、そうか、そうかも、すいません、ちょっと場所借りてました。マンションのですかね、これは。だとしたら侵入したのはまずかったな。住宅専用駐輪場です、すいません、そうでした。住人の人が出てきたら良くなかったですね。防犯カメラに、さっきの GoPro の充電用ケーブルが余ってるから、とりあえず繋いどっか。もうすぐですね、フェリーに乗っておしまいだから。別荘、やっと、レンズの曇り、あー結構汚れてるな。よいしょ、ん、何がある、今ちょっと GoPro のレンズをあのグローブで拭いてます。下手したら傷がつく。申し訳ありませんでした。よいしょ、うん、今日で延期終わりです。手前、よっ、あ、車道か。どれが駅これ。お姉さん生足でした、生足。あ、新百合駅、新百合ヶ丘駅みたい。うわ、ちょっと待った、これ自転車どうすりゃいいんだ。ん、駅どれが駅、駅舎がどれかわからない。聞こえますね。ああ、どれどれ、 あれちょっとじゃあ押していきます。だってあの白いから、うん、そう、さようでございますか。東口って書いてある、これあれか、わかりづらーって。私ここから今どう脱出すればいいか分かってない、寂しい。さっき、あ、朝ごはんサンドイッチ食いました。閉めよう。あ、こんなとこなのか、下関駅って。町田駅も確かに立体ですよね。見づらいの本当に。これもなんか 駅って名前がはっきり書いてなくて分かんないですね。福茶漬け、福茶漬け、うん、こっち渡ってきたことは私はないですね。あ、 JR 西日本って書いてあるからこれだ。古い駅舎、なんか向こうの方に見えてましたよ。あー、なコンコースみたいな、これ工事中なんじゃないか。あ、工事中ですね。レオデオ、あ、レオデオはいっぱいありますよ。てか町の電気屋さんは
各マスで全部デオデオになってる。長州力さん、そこか、へえ。そうなって地味に。北九から。こいつだけなんかゆるキャラっぽいですね。特に目が。てか口が上の方が口なのか下の方が口なのか。ビビ。ん？お姉さん。バンドウジの決闘400周年。1612年4月13日間巌流島の決闘だから。やっぱ人混みが多いとこだと読み上げのありなしにかかわらずこのカメラで不審に思われますね。しかもケーブル付きだし。あ、そうだ、録画まだちゃんと続いてるかな、 GoPro の方。大丈夫。カメラてっぺんにヘルメットの。あと皆さんが見てるこの映像はあの額の上あたりのもうちょっと前の方です。この光、ちょっと待って、読み上げ早くなってませんか。鏡あった。いや、そうですよね。イエス、ヘルメットのトップにカメラです。盗撮だったらもうちょっと下からじゃないですかね。そう、盗撮じゃなくて何だろう、盗むっていうよりは強引にやるから強殺。いや、強殺はなんか強盗殺人事件になるな。あ、あれ渡った方がいい。おーっと、強殺。よし、点滅前になんとかなった。で、こっち方向に行けばフェリー方向ですよね。うん、あのさっき来たとこですね、ここは。さっき目の前通ってたのか。戻ってきました。ちょっと青に、あ、青になったな、よし。シーモールっていうのの横に駅舎があったのか、右側に。もうすぐあと30分、最後あの疑問系ですけど、うん、ああ、信号のあれですね、海峡夢タワー、あれですか。てっぺんにあのあれがありますよ、あれフジテレビについてるあの丸いやつ。電球もそうですね。あれが夢のタワーですか。あのフジテレビの四角の中に入ってる丸いやつ、あれがあります。あれ中はどうなってるんですかね。うお、神経タワーひでえ。先端が丸いからなのか。あれがスカイなんとかか。スカイなんと、なんとかかんとか。海峡夢タワー。海峡夢タワー。あれは上に行けるんですよね、当然。ツガツガ入ってる。そういえば仮みたいなのが。本当だ、神経だなこれ。わら、形広い。上のプラネタリウムってわけではないんですかね。うわ、横にあの階段があるのが嫌だ。あそこの階段に立つ自分を想像してしまって、ゾクゾク来る。ん？何が渋滞？よし。そしてもそういう目で見るな、そういう目で。
何かが。おばあさん、今のはまあ渡る速度が、歩く速度があれなんでしょうがないですよね。へそタワーってなんだっけ。でもかなり高いですよね。未来福岡タワー、福岡タワーは鋭角的ですよね。メントレベルが、まあ、こっちが唐戸のフェリー乗り場ですよね、うん、ちょっとグーグー行かれ。でも設計者の意図と違うっていうんだったら、あ、なんかタバコ見るたび昨日の止まったところのあのタバコの汚れを思い出してムカつくな。あんな汚すなよ。待合室の床がですね、落としたタバコの灰でもうなんかえらい汚れてるんですよ。これある。そう、タンスに、タンスに。方言ですね。あの相手が家族とかの方言使う人じゃないと出せないんですよ。どうしても勝手にブレーキがかかる。ロボジーの、あ、ロボジーってなんか何でしたっけ。ロボジーは何かでツイッターかなんかで見たんだっけ。で、道場、右手が海で、もうちょっと、もうちょっと南波潮とはですね、あんま使わない方言はですね、あの意図的に努力しても出せないぐらいになんか自然に出ないんですよ。考えながら出そうとしてしまう。バスの上にもう一台のバスが、なんだあれ、横浜弁。なんか今2階建てのバスいましたね。急カーブ曲がるときは内側に相当倒さないと。そう、壊すって言ってる人いなかった。いらっしゃいで壊すって言われると思ったのに。もうあとどんぐらいだ。2キロぐらい、1、2キロぐらい。バスはまあ幅広いからそういうのもあるじゃないですかね。明らかな嫌がらせって感じることあんまないですよ。あの路上走っててクラクション鳴らされるとよくわかるけど、ん、どうしよう。あ、歩行者自転車分離式の歩道だったんだ。ここまで これここから分かれてますね。入ってみるか。ほらこれ、海の前、海行ってみるというか、海から今からフェリーで渡ります。フェリーなんですかね、渡船っていうレベルなのかな。そういきなり人が歩いてて、まあでも歩行者は神様ですから、歩行者は神様ですから。不審者発見のボタン。まあでもこういう段差がある以上はスポーツ自転車にはやっぱ厳しいですね。温泉の船みたいな大きさなの。温泉の船、さて何がですか。どう、お供え物、あ、うわ、強いんですか。あ、ですよって感じなんですかね。ですに用がつく感じなのかな、ゴアス。お昼ご飯は門司港駅でパッキングしてからしようかな。とりあえず早く渡ってしまおうと思ってます。11時20分に間に合うかな。厳しいかな。通知ボタンってこの辺りになんかあるんですかね。ないな。
付いてみた喫茶店。あと15分。多分5分で着くと思う。いや、5分じゃ着かないか、2キロだと。関門トンネルは今回行かないんですよ。前、昔行ったことあるんで。だから船で渡りたいんです、今回は。あと15分。あ、関門海峡大橋。ねじめのですかね。でもあのサイズだと、あ、いけるか。あの、ずいぶん大型化してたねじめの。関門トンネルはどうですかね。わかんないです。あ、自転車は料金が、自転車料金設定されてるらしいんで、多分大丈夫だと思います。混んでなければ。関門海峡大橋見えますか。遠いかな、まだ。前あの下を潜水艦が通ってました。あ、200円ですね。まだ見えないか。プレイ中。こっち側から走ってきて関門海峡のとこまで来るのは今回の旅行が初めて。止まったか。ちょっと車道に出させてもらうか。これ90円、590円か。600円ぐらいってことですね。あれが海峡かな。さあ、うん、割と結構コテコテです。止まってない。この人も同じか。車道に次の大型連休。うん、うわー、まあ確かにそこ歩道が青だからいいけど、歩道青だけど、向こうからあの直行の車が来てたらやばかったですね。でもさすがに車道逆走はしないみたいですね。ブルドーザー。今のはその横断歩道に斜めから進入したみたいな意識だと思います。私は微妙だな。ここからここから向こうに渡れんな、これ。横断歩道で渡らなきゃダメだ。亀のビフト市。もうすぐ終わりです。ドクタモツコーラ。あ、特効コーラか。ドクタモツコーラって。いや、水族館は一人で旅行してて時間に余裕があったら割と行きたいんですけど、水族館は結構水族館好きなんですよ。タイミング悪い。なんですけど、まあ今回急いでるのと放送中は入れないので、基本的に有料施設には。向こうの水族館はあの海峡館ですね。絶対ほぐいますね。水族館は、予想で大人1600円ぐらいじゃないですか。私は1600円はすると思うな。1000円じゃ足りないと思うな。ん？高崎駅。サメか。いや、1600円推測ですけどね。2000円か。ゴールデンウィーク最終日、まあ最終日だからってことはないでしょうけど、多いですね。あと11分だ。間に合うか。の料金、いやいや、ちなみにポタファイのバッテリー今どうなってる。あ、ダメだ、間に合わない。
ポタハイもですね、バッテリーが持つかどうか、もしかしたら先に切れるかもしれない。海峡館はこれですね、この上のロゴが結構面白いですよね。響くの上のところはこれ C って書いてあるんですよね、海峡館。だから養生とか外でまあいいや。カナト市場っていうのもこの近くなんですかね。イルカのレストランで、ちょっと乗り場どこなんですか。乗り場、あ、パソコンに、うん、そうですね。ちょっとポタファイのまずバッテリーを見て、2%、2%、ちょっと待った。どうすればいいんだ。時間もないのに。まあその場合11時40分でもいいんですけどね。2%。どっかに繋ぐところあるか、繋ぐところは。モバイルブースターももうないし。あ、ダメだな。足りないな。もういいや。じゃあ切れたらそこまで。2% でも持つときは持つんで、少しは。じゃあいつ切れるか分かんないですけど、お疲れ様です。彦島経由のフェリーはもうないはずです。まあこれから何分持つかは謎です。で、ちょっと待った。乗り場どこ。乗り場この先か。ファミマはポタファインの充電には使えないかな。お疲れ様です。残念。まあ GoPro の方は録画続けられるんで、フェリーはもう GoPro だけになりそうですね。ありがとうございます。ただあんまり今本格的にお別れ言われると、それが嘘だった時の、あ、ちょっとどこ、え、道どこ、ありがとうございます。急に ここかヘリコプター遊覧、ありがとうございます。これかカラトピー、え、巌流島駅だ。振り返るは月曜火曜ぐらいになると思います。多分また来年。どれだ、 20% 一番、そうですね。あとどれ、黄色い船、これが巌流島駅、巌流島駅の金色の船だ。ヘルフィンの切符、はい、11時25分出港です。文字港は向こうに見えてるのが文字港だっけ。で、今しうまくいけば九州文字港、これだ。あ、じゃあお疲れ様です。本当にこれでもう切れてしまうかもしれないので、ストレス買ってこよう。文字工レトロ行けて、これ文字工ってことでいいんですよね。はい、いや、文字工に渡りたいんです。文字工ですね、390円と別自転車がありますね。200円ですよね。わかりました。お疲れ様です。片道自転車2台ってのもあるんだ。乗る人いっぱいいるんですね。よし。あったです。文字工行きじゃなくて文字工レトロ行きってなってるんですね。0分20分40分。
そうそう、かなりの人でした。で、どこだ？どこだ？まだ持ってますね。でも 2% 本当に最後どこまで突然ゼロに落ちるだけなんて分かんないんですよ。本当充電する方法ないよね。あ、放送が終わったらパソコンで充電できる。どれどれ、通常会社はポタハイのバッテリーが続けば、あ、文字広域、あれか、あ、すいません、一歩から粘りますね。あ、すいません、何分だろう、目の前だから10分、あ、すいません、岩流島駅、あれ黄色い、え、自転車が乗れるってどういうやつなんだ、そんな無理ですよね。ペンギンマーク、うわ、揺れてる揺れてる揺れてる、よよよ、結構揺れてますよ。この列だと思います。自転車の人もいるし、ちょっと読み上げ読み上げ下げよう、よよよよ、ちょっと気持ち悪い、ほら、アクションのやつ、よよよよよよよ、よよ、まだ来てないですね。あ、来た、え、小さくない、小さくない、小さくない、で、これがあの、ほら、あの揺れてもいいようにローラーがついてますね。わかります、ここの沈み込んでるの、ほら、よし、来た来た、え、乗れるかね、本当に、で、あの本当にあの足元もつれるぐらいに揺れてますよ今、満載じゃないですか、人上から人が落ちそうな状態になってませんか。あれと似たような同型のやつ見られたな、あれテロポッドじゃないですけど、関門号乗れるかこれ、本当に、自転車の人いるしね、もしかしたら乗れなかったら、あ、後ろになんか見せられたのか、上の人、上の人、上の人落ちるよ、あれ落ちるよ、上の人落ちるレベルの揺れ方しましたよ、ヒントですみたいな、カモンゴー、自転車券と乗船券はどこ行った、乗船券はどこ行った、乗船券はどこ行った、乗船券あった、後ろの、あ、ベビーカーも出てきたんで、多分大丈夫なんじゃないかな、少し揺れますね、その前の方のあの定石側のあの揺れ方すごいね、チケット落としませんよ、落としませんよ、 AP 接続、あのパソコンの USB の口が配信用で全部塞がってるんですよ、なので配信してる限りは、あ、竹ってなってました、そういうの。他にもう外部から入力できるバッテリー、あの外部バッテリーないしな。あ、待って、ポタハイ交換したやつはほんの少し残ってたかもしれない。どうだったっけ。
いや、スピーカーは出力とはマイクを外さなきゃいけなくなるんで。水族館があるね。じゃあ切れたら、切れても10分のうちに復帰できる可能性なくはない。まあ、切れたらちょっとそこまでだと思ってください。とりあえずはお下げ寄りして。あ、危険な人いらっしゃいませ。これから門司港行きのフェリーに乗ります。あ、こんにちは。着いちゃいました。ありがとうございます。お名前、あ、顔今ちょっと映ったかな。ちょっと、はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございます。びっくりした、びっくりした。顔ちょっと映っちゃいましたよね今。はい。お、入れる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 。すいません、これもしよかったら端っこに置かさせてもらっていいですか。はい、スタンドがなくて、出るの最後でいいので、すいません。もう上に重ねてもらってもいいので。よいしょ。よいしょ。すいません。座っとこう。無理やりどいてもらっちゃったな。手すり低いよこれ。早っ早っ。ちょっとこれ立てると怖いですね。立てると、あ、すいません。よいしょ。早いの何分で着くなこれ。安全公開はどうとか言ってますよ。うわーすごいな。あ、関門海峡、関門海峡、あれあれ、あ、橋の長さ考えると確かに一瞬ですね。あとエンジン音でアナウンスが聞こえない。で、あそこ、あれ見えてるかな、下関日の山ユースって郵送してる前に泊まったところがあるんですよ。中腹ぐらいにあるはずだけどな、てっぺんじゃなくて。あっという間着きそうですね。あれが海峡湖の先見えてた。あれがさっき国境されてたタワー、正式に忘れた。夢なんとかタワー。
もう8割方ついてますね。早っ。フェリーは GoPro だけでとか言っている前に着きますね、こりゃ。早い。お、コメント来なくなったか。まさか切れたか、ここで。このタイミングで。それか、接触で聞こえてないだけか。コメント来なくなってるな。切れたか。誠にありがとうございました。またのご利用を乗り組み九州上陸心よりお待ち申し上げます。待ってる。あ、こっちにもタワーあるな。まで言えてるか。さて切れたかな。
出航します。から輪行して実家の小場に帰ります。動画の方もこれで終わります。ありがとうございました。